Can I have a fish and chips? Sure. Which one you recommend? I really like that. Okay, that one. And then grilled meal. Yeah. So here's the prawns. It's a little bit hot, okay? Wow. Enjoy. Oh, thank you. Mm-hmm. ここが私のアナザースカイ、ロンドン。ロンドン、10年ぶりでございます。20代前半の時にですね、イギリスに留学していたんですけれども、そこから10年の時を経て帰ってきました。はい、ということでですね、早速フィッシュ&チップスを食べております。見てこのデカさ、やばくない？やばいし、絶対食べきれへん。食べますけど、はい、食べます。こうかしら。え、やばくない？うわうわ。なんかここのお店は美味しいと評判のお店ですね。うん、薄い。大体ね、イギリスのお店はですね、自分で味付けをするっていうのが基本でございまして、ね、塩とかケチャップとかいろいろ置いてあるんだけど、それをまあ自分で好きなようにどうぞっていうのがスタイルだね。サーモンも頼みました。サーモン、これも味薄いかな。うん、美味しいけど味薄い。あとビネガーね、ビネガーもめっちゃかける。なんかね、ドレッシングってあんまないんよ、こっちは。だいたいビネガーとか、ビネガー、マヨ、塩、ケチャップ。これなんでしょう。うわね、豆をマッシュ。うん、豆美味しい。はい、ということでですね、今から、母校に行ってきます。私がずっと通ってた大学ですね、に行きたいと思います。で、今日はちょっと思い出の地を巡るということで、母校行ったりとか、あと私そのイギリスに行った時にブロガーをしてたんですよ。ロンドンのブロガーランキングみたいなんでずっと1位だったんですよ。その時のブログね、ちょっとサーバーが切れてしまって、契約更新するのを忘れてしまって全部消えてしまったんですけれども、なんか記事は残ってるかな。ちょっと残ってたらこの辺を置いときますね、概要欄置いときますね。はい、ということで、そのブログしてた頃とかにいろいろロンドン回ってたんですけど、そこをちょっと行ったりとか、お買い物したりとかしたいと思います。はい、ということで、母校があるロチェスターっていう町にやってきました。ロンドンから、30分ぐらいで着くところなんですけど、こんな感じでものすごく田舎でございます。もう何にもない、スーパーとジムしかないんですけれども、はい、今からですね、ちょっと学校に向かいたいと思います。10年ぶりですね。もう忘れる記憶がほとんどないんですけど、20歳ぐらいの時やったかな、来たのは。もうね、10年も経つと多分先生とかはいないだろうけど、しかも今ちょっと夏休みだから、多分空いてるのかな。あれなんですよ、あれ空いてんのかな。空いててくれ。
Oh, thank you. 開けてくれた。おお。懐かしい。あっち食堂。やば、卓球してる。でも変わってないかも。はい、到着しました。開いてた、よかった。多分教室とかは開いてないっぽいですね。今夏休みやから、なんか先生みたいな人たちがたくさんいるんだけど、食堂で買えるんですよ、そこでね。でコーヒー買ったりとか、フィッシュ&チップスとかいっぱい売ってて、それをひたすら食べてた。はい、それとブロッコリー、ブロッコリーこっち安いんだけど、ブロッコリーとフィッシュ&チップスとそればっか食べてた。なんか豆みたいなのも食べてたけど、マイナス3階、地下鉄マイナス3階からグランドフロアで4階まであるね。私どこにいたかな、あ、一番下だわ、ここよ。マイナス4階のコンピューターアニメーションアートとか、コンピューターゲームデザインとか、ここにいつも居座ってた。そう、あとライブラリーね、1階のライブラリーでひたすら作業って感じ。あ、ファッションテキスタイルスタジオ開いてません。ファッションフォトグラフィーの作品や。そうそう、こんな感じでさ、イギリスとかは結構ファッション系のね、専攻の人がすごい多いんだけれども、こういう感じでモデル志望の人もいれば、ファッション作る服の制作の好きな人もいるし、写真、このファッションフォトグラフィーっていうジャンルがあるんだけど、そのファッションフォトグラフィーをやってる人もいるから、これみんな生徒なのよ。生徒がモデルもして服も作ってみたいな感じ で私はね、ここにちょっと参加させてもらって、なんかいろいろやってたかな。ジェネラティブでさ、寺子屋で撮影して、それはここで学んだのがすごい生きてて、どうやってライティングしたらいいかとか、編集するときにどうしたらいいかとか、結構そこで習って、ファッションフォトグラフィーの専攻じゃなかったんですけど、なんかこう入れてもらって、入れてって言ったら入れてくれて、なんかこんな感じで私もモデルやって、どうやってポーズ撮ったらいい感じに映るかみたいなのを、なんかここで教えてもらったかな。で、私がね、ここでなんか学んでたことが、クリエイティブメディアテクノロジーアートっていうなんか専攻だったんだけど、結構そのテクノロジーとかメディアとか、なんかデバイス、 iPad とかカメラとかなんかいろいろあったけど、自分を表現する媒体をなんか1個選んでくださいみたいな感じで言われて、私は iPad を選んだの。その当時はですね、100均のペンみたいなスタイラスペンかなと、ブロクリエイトとかなくて、 Adobe のね、イラストレータードローっていうアプリを使ってたんだけど、それを使ってなんかイラスト描いて提出したりとか、あとなんか卒生はそれこそカメラでモデルさん撮って、そのモデルさんの上からイラスト描くみたいなことしてましたね。イラストレーションフォトグラフィーって言って、写真撮ってその上からイラストを描くっていうのを最近やったけど、多分それの最初が多分ここでやったやつだね、今思い出した。はい、卒生でそういうことを やってました。実際この NFT を作るときはそんなこと忘れてたけど、今ここに来てふと思い出したかな。 iPad に出会ったのもここやから、なんかすごい感慨深いですね。ここに来て学んでた時は、日本の美大に受けたけど、全部受験したけど落ちて、その後一人留学するって決めてきたんだけれども、来てなんか学べてる気はあんましなかったから、その時に結構先生たちも放任主義で独学で頑張ってたから、来た意味あったんかなじゃないけど、そんな風に思ってた時もあったけど、なんか今考えてみたら、やっぱ来てよかったなってすごいね思いますね。Thank you.
はい、ということでですね、あの学校はやっぱり閉まってて部屋とかは入れなかったんだけど、なんかここのさ、後ろのしましま、しましまあるでしょ、このしましまブランディングになったのが私が通ってた頃なの。そう、なんでこんなんにしたんだか思ったけど、でも今となったらすごいなんかキャッチーな感じで、なんかさすがだなっていう感じ。そしたら帰りますありがとう母校。もう来ないかな、もう来るかな、また来るかな、でももう来ないだろうな。以上、ユニバーシティ・フォア・ザ・クリエイティブ・アーツ、アミティの母校でございました。今からお買い物に行きたいと思います。レッツゴーめっちゃフルーツいっぱいある。あ、マンゴー、マンゴー。そうでね、そうだ思い出した、イギリスのですねアボカドはえげつなくでかいんです。これまだ中小かな、見て、これめっちゃでかいでしょ。これで小さいんですよ。多分アメリカとかもでかいのかな、日本がちっちゃすぎるのかもね。あ、待って、唐辛子いいのある。やば、もう絵になるね絵になる。バラマーケットに来ました。私がロンドンにいた頃によく写真を撮りに来たところかな。すごいね、雰囲気が良くて、ちょっとなんかお腹空いたので買いに行きます。チョコレート、めっちゃ濃そうめっちゃ甘そう。すごいね、ちょっとチョコレートはいらんあ、チーズ。ハロー、チョコレートですね。あ、マッシュルームだね。ワイルドマッシュルームリゾット。あ、えらい油足すな。ポチエリアの方が、やばいや、あ、無理。わあ、うわ、結構きつい。あ、タコとかもある。ちょっとなんか調理したやつ食べたいな。やっぱめっちゃ美味しそう。あ、OK。わー、優しいね、こうなんか一個くれるやって。Oh yeah, when everyone ain't gone, you're chasing me. Yeah. Okay. Hey, hello, Bella. Thank you. You're fine. Thank you. Buy one. One. How much? Ten. That's really nice. Oh my god. Where are you from? Ah, Japan. Konnichiwa. Konnichiwa. すごいね。 Yeah, I know. Wow, a lot. Very much. Thank you. めちゃめちゃくちゃ入れてくれるな。めちゃくちゃ入れるな。めちゃくちゃ入れる。ああ、ありがとう。でもそんなに食べれないんだよ。Hello, Japan. Yeah, one more.Thank you. いや、めっちゃ多い。もう美味しそうだけど、レモンを絞って食べるんだと思って。
これをこうして、なんかね、もうご飯めっちゃいっぱいあって、どれもめっちゃ美味しそうなんよ。でもさ、そんないっぱい食べられへん。なんかもう胃が無限にあったらいいのにとか思いますね、こういう時。 100% ジュース、はいやー、 something sour? Yeah, I would think of the berry.Belly, yeah. Yeah. Okay, I will take one. Exotic. My man. No food. Berry juice にしました。あ、美味しい、美味しい。なんか他にもさ、いろいろ料理やるんだけど、こういうの飲んじゃう。あ、牡蠣も美味しそう。はい、ということでピカデリーサーカスっていうところにやってきました。もうロンドンの超中心部って感じかな。あの東京でいうと渋谷のハチ公みたいな感じ。私がそのブログとかをしてた時もめちゃくちゃよくここに来てて、なんかね、やっぱ結構写真映えするし、ロンドンって感じだから、ブログとかもさ、やっぱ数字を狙わんといけんのですよだから数字を狙いね、ここによく来ておりました。ということで、今からですね、バーバリーに行きたいと思います。ロンドンといえばバーバリー、イギリスといえばバーバリー。あの10年前はですね、お金なくて全然買えなかったんですけれども、ちょっと10年経って頑張ってお仕事してますので、あのちょっと自分のご褒美にお買い物したいと思います。こちらバーバリーです。めちゃくちゃ広いんですよ。結構奥までこれ全部バーバリーなの。バーバリーの中は多分映せないと思うから、ちょっと何買ったかはお楽しみということで行ってきます。 Hello. What are you looking for? Trench coat? Yeah, trench coat. The basic one. Classic one. Yeah, classic one. So this is mid-length and we have a long one. Okay. Wow. Right, it's not too tight for you? Mm. It's good? It's good. You going to wear anything more thicker underneath or no? No. Okay. Mm. So that's good size.Wow, very, very, very barbary. Very yes, barbary. Very barbary. That's what we know. Oh my god, I love it. Thank you. That's what we know, barbary trench coat. So cute. I look nice. Yeah, you're a pretty lady. The size 8 was perfect. Ah, okay. But if you want to wear some layers underneath, this is the problem. We can go upstairs and try some, like a sweater. Do you want me to bring a sweater for you? Yeah, thank you. Okay, thank you. We're going to have this one too. Let me go and get for you. 買っちゃいました。トレンチコート。もうやばい、嬉しい。めっちゃ可愛かったの。はい、買いました。後で見せます。Down on the right. Okay. Okay. Enjoy. Thank you. バーバリーのコート、こんな感じ。どう？
もう念願の念願のバーバリーのトレンチコート、いつかね買いたいと思ってたんですよ。え、めっちゃいい感じじゃない？どう？なんか店員さん、ここを立てて着たらいいよって言ってた。ここのさ、ここがほらここがバーバリーね。これ主張してちょっと立ててかっこいい感じに着たらいいよって言ってた。あとはここ、ここ締めてもいいよって言ってた。こっち？こっち？はい、こんな感じで。これにさ、iPad バッグが超合うと思いません？はい、あの iPad バッグの紹介はですね、ちょっと1個前の動画でやりましたので、ぜひそれ見てください。こういうの私好きなんですよ。赤もね、好きなんですけど、まあ普段の生活はこういうちょっとシックな感じが好きで、あ、めっちゃいい。めっちゃいい。ここのベルトは付け替えれるよみたいな、まあ、そこでおしゃれを楽しもうみたいなコンセプトでございますね。あ、前の動画見てもらったらですね、わかりますので、見てくださいね。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、見ていいよ。いいよ。かっこいいよ。はい、こんな感じでバーバリーのお買い物でございました。今からですね、アミティはスペインに行ってきます。スペインのマラガっていうところに行って、すっごい雰囲気がいいらしいので、そこではねちょっとリゾートな感じで美味しいものを食べまくりたいと思います。もうスペインご飯美味しいの知ってるからさ、いっぱいいっぱい食べたいと思いますので、はい、次はスペイン Vlog お楽しみにしておいてください。ということで、10年ぶりのロンドン、10年ぶりの大学、もう本当に来れてよかったです。もう感無量。なんかいろんなことを思い出して、あのまた頑張ろうって思いました。いろいろね、これからやりたいこともたくさんあるので、あの始まりの地として、なんかあったら初心に帰る、ここを思い出してまた頑張りたいと思います。はい、ということで、面白かったらいいねボタンを押してください。ということで、あー、かわいい。 I can't wait for winter。 早く着たいこのコート。ということで、バイバーイ。